こんにちは。スピリチュアルの女神です。ツインレイとの歩みは試練と言われているだけあり、統合に向けての前進には忍耐を要することが多いかと思います。しかし自分を偽る我慢や無理はする必要はありません。今回は自分を偽ることから来る我慢や無理は必要がない理由を解説していきたいと思います。言いたいことを我慢をしなくていい。私の場合、ツインレイに対し無理や我慢は結構していました。我慢しない方がツインレイとの学びは進み加速するんだなと今になって感じています。ツインレイに対して我慢をしないでいい具体的な理由は、自分の本音を知るためエゴを手放す。相手は自分自身なので全てを見通し、主にこのような3つの理由が挙げられます。詳しく解説していきたいと思います。ついの相手に我慢しなくていい理由。1、自分は本音を知るため。自分自身の魂の片割れであるツインレイは、目に見える形で客観的に自分自身を見ることができます。鏡で見るようにお相手の姿を通して自分自身の魂がよく見えます。そうやって第三者の目線から自分自身を見てしまうので、他人に感じる感覚で割と冷静に自分自身を知ってしまいます。そのため自分でも知らなかった隠された本音に気づきます。ツインレイの相手には我慢せず自然体でいてくれればくれるほど自身自身の本音がわかります。逆もまたしかり、自分自身も我慢や無理をしない方がツインレイのお相手も自分自身が見えていきます。2、エゴを手放す。エゴを手放すにはまず自分を自由にすることが大事だと感じます。なぜならエゴ自我なので、自分の本音と向かい合うと必ずと言っていいほど見栄や競争、プライドなど当たり前のように定着しきった目を背けたくなる自我があります。インナーチャイルドの癒しが必要な人は大勢います。インナーチャイルドとは、自分の中の傷ついた子供の心を指します。その傷ついた心は深く根付いていて、自分を守るための鎧としてエゴといった形に変えていきます。エゴを手放すには自分の本音を我慢せず解き放つことから始まります。3、相手は自分自身なので全てを見通し。何度も繰り返しお伝えしていますが、ツインレイは写し鏡よりもリアルな自分自身。そのため相手には全てお見通しです。ツインレイはハイアーセルフがつながっている一心の中の隠し事や思っていること、遠くにいてもツインレイの現状が分かってしまいます。ハイアーセルフとは高次元での自分の魂のことを指します。ツインレイ同士は全てお見通しなので、我慢したり偽ることが違和感でしかなく、統合や統合後の学びの妨げにしかなりません。ツインレイの間には我慢や無理は必要がない理由を紐解いていきました。最後にもう一度振り返っていきます。自分の隠された本音をツインレイを通して客観的に知るため、エゴを手放すため、全てお見通しだから余計な我慢をする必要がない。主にこの3つが我慢や無理しなくていい理由です。ツインレイは自分自身、ありのままのあなたでいることで愛が深まっていきます。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。